皆さんこんにちは。中学受験生の父親代表です。中学校紹介ということで、今回は渋谷教育学園渋谷中学校についてです。最寄り駅は JR 線、地下鉄銀座線、半蔵門線、副都心線、東急東横線、田園都市線、京王井の頭線、渋谷駅から徒歩7分です。中学受験情報です。募集定員は第1回が男女70人、第2回が男女70人、第3回が男女23人です。受験日は第1回が2月1日、第2回が2月2日、第3回が2月5日です。試験科目は第1回、第2回、第3回すべて国語、算数、理科、社会です。科目ごとの試験時間、配点は第1回から第3回すべて算数50分100点、国語50分100点、理科30分50点、社会30分50点で300点満点です。2024年の倍率は第1回入試の形式倍率は 6.2 倍で、例年5倍台半ばから6倍台半ばです。第2回入試の形式倍率は12倍で、例年11倍台前半から12倍台後半です。第3回入試の形式倍率は 32.7 倍で、例年30倍台前半から30倍台半ばです。2024年の実質倍率は、第1回が 3.6 倍で、例年3倍台前半から3倍台半ばです。第2回が 3.4 倍で、例年2倍台後半から3倍台半ばです。第3回が 8.4 倍で、例年8倍台前半から8倍後半です。2023年の合格最低ラインは、第1回は168点で満点に対して 56% で、例年 50% 台半ばから 60% 程度です。第2回は208点で満点に対して 69% で、例年 50% 台後半から 60% 台後半です。第3回は208点で満点に対して 69% で、例年 60% 台前半から 60% 台後半です。次に、偏差値と合格確率の関係についてです。R4 偏差値は、模試でこの偏差値を取っていた、受験生は 80%、すなわち100人中80人が合格した偏差値。 R3 偏差値は、模試でこの偏差値を取っていた受験生は 50%、すなわち100人中50人が合格した偏差値を表しています。偏差値は日能研の数値で、2024年の第1回入試は R4 偏差値が 69、 R3 偏差値が67でした。2024年の第2回入試は R4 偏差値が 69、 R3 偏差値が67でした。2024年の第3回入試は R4 偏差値が 70、 R3 偏差値が69でした。そして日能研全国公開模試において、どの偏差値帯であれば2024年入試においてどれくらいの確率で合格したかについてです。第2回、第3回それぞれの男子の受験者のデータのみであることをあらかじめご了承ください。日能研全国公開模試で偏差値70以上を取っていた渋谷教育学園渋谷中学第2回入試受験者の男子は14人中10人が合格しており、 71% が合格したことになります。偏差値65から69の渋谷教育学園渋谷中学第2回入試受験者の男子は17人中9人が合格しており、約 53% が合格したことになります。 R4 偏差値、 R3 偏差値はともにこの領域になります。合格を狙うにはこの偏差値帯が目安になるようです。続いて第3回入試についてです。日能研全国公開模試で偏差値70以上を取っていた渋谷教育学園渋谷中学第3回入試受験者の男子は7人中3人が合格しており、 43% が合格したことになります。偏差値65から69の渋谷教育学園渋谷中学第3回入試受験者の男子は12人中3人が合格しており、約 25% が合格したことになります。
合格を狙うにはこの偏差値帯が目安になるようです。続いて受験生とその親御さんが語る渋谷教育学園渋谷中学受験の決め手についてです。偏差値が高く他校との併願に適した日程であったこと、優れた進学実績であること、共学であること、自由な校則や IT 教育が魅力的だったこと、学校説明会で在校生がフレンドリーで自分も馴染めそうだと感じたこと、海外大学進学を志しており、それに適した環境と実績があること、国際教育に力を入れており海外大学への進学者数が多いこと、英語教育に力を入れている点、電車一本で通えること、自由な雰囲気が気に入ったこと。続いて合格者からの入学試験におけるアドバイスです。算数は確実な処理能力が必要で、問題の順番が難易度順とは限らないため、解く順番と時間配分に注意が必要です。単純な問題はほとんど出題されず、深く理解しているか問われる問題が多い。普段から別の解法を考え、バリュエーションを増やしておくと良い。時間のかかる問題も出題されるため、過去問対策は時間配分を意識し行いたい。高難度の問題もあるが、ひらめきが必要な問題は少ないため、対策を立てて学習すれば差をつけることができる。本格的な作図問題が出題されるため、作図の知識を習得する必要がある。記述問題は論理的に説明できるように心がけ、途中式や考え方を書く習慣をつける。国語は選択肢の文章が長いことが特徴で、読み進める際に選択肢を前、中、後のブロックに分けて考えると整理しやすいです。50分の試験時間で6500から7500字程度の問題文を速読する能力が求められます。分速750字以上を目指しましょう。小説や随筆では場面分けを意識しながら速読のコツを身につけましょう。記述問題は最重要要素を文末に配置し、他の必要要素を積み上げていく記述手法をマスターしましょう。20から30字程度で要素をまとめる練習を徹底的に行い、指定された字数に収められるようにしましょう。語彙力と文法力が重要で、同音異義語や同訓異字、四字熟語、ことわざなどを押さえておくことが重要です。総合的知識問題にも対応できるよう、幅広い知識を吸収しましょう。テストや過去問をこなして、語彙力を増やし、文法の基本を確実に定着させましょう。難問に対処するために解法を体系的に理解し、練習問題を通じて習得しましょう。間違った問題の解き方を確認し、同じミスを繰り返さないようにしましょう。理科は、与えられた文章や実験、観察データから合理的に考察する問題が出題されます。身の回りの事象や物事に対して科学的な視点で接することが大切です。物の仕組みや工夫、自然現象の原理を考え、納得するまで追求する姿勢を持ちましょう。重要な語句を暗記するだけでなく、その意味や関連する事象を理解しましょう。図や辞典を活用して語句の意味を説明できるようにすることが重要です。実際の問題を解くことでスキルを向上させましょう。計算問題や作図問題を練習し、スピーディに処理できるようにしましょう。近年、現象の理由を説明する記述式の問題が増えています。簡潔に内容をまとめる力を養い、自分の言葉で説明できるようにしましょう。過去問演習を通して入試傾向を把握するとともに、解き直しをして弱点を分析することも大切です。前半の問題を足がかりに後半の問題を解く問題構成に慣れてておきましょう。与えられた情報を組み合わせて新しい情報を導き出す思考力が求められるため、問題のヒントを活用し答えを導き出す習慣を身につけましょう。社会は地理、歴史、公民全単元、全分野と時事問題の知識を確実に定着させることが最優先です。基礎的事項だけでなく、細部にわたる知識や深い理解も求められます。テキストの注意書きや囲み説明もチェックしましょう。暗記事項を単独で覚えるだけでは本校の対策としては不十分で、
関連する事項を思いつく限り引き出し、それらがどのように結びつくかを理解しましょう。歴史は手作り年表を作成し、世紀、日本の時代名、中国の王朝名も記入し整理しておくと問題への対応力が高まります。過去問題や練習問題を活用して重要事項の意味、資料の数字を読み取る力、関連事項を身につけましょう。続いて学費についてです。続いて学校の様子です。自由な校風で生徒の自主性に任せられています。基本的には優秀な学生が集まる学校です。進学実績も上がっており、また先生法が素晴らしいです。部活にも力を入れている学校で、生徒は真剣に取り組んでいる印象です。優秀な学生が多く集まっていることもあり、進学実績も素晴らしい。都内の便利な場所にあり、渋谷駅から徒歩10分ほどでアクセスが良いし、治安も問題ないです。広さは他校と比べて十分と言えます。校庭はありませんが、体育館が3つあり、体育に不便はない。制服があり、高学年より譲り受けることもできます。そして2024年の大学進学状況です。東京大学です。合計43名の合格者を輩出しています。最難関の理科3類も2名の合格者を輩出しています。京都大学は合計6名の合格者を輩出しています。東京工業大学は3名、一橋大学は8名、合格者を輩出しています。東京医科歯科大学3名の合格者を輩出しています。早稲田大学は合計136名、慶応義塾大学は合計104名の合格者を輩出しています。国公立大学医学部、私立大学医学部に合格者を輩出しています。また海外大学にも合格者を輩出しています。続いて学校行事についてです。いかがでしたでしょうか。他の学校についても紹介していきますので、ぜひご覧になっていただければと思います。